それではこちらの電子ピアノをご紹介いたします。ヤマハ電子ピアノクラビノーバ CLP645B、 こちらブラックを基調としてヤマハのエンブレムもこちらシルバーでスタイリッシュなかっこいいデザインになっております。クラビノーバはこちらの5種類の色から選ぶことができます。最近人気な例えばホワイトアッシュですとか、こちらピアノっぽい黒の鏡面ツヤ出し、こちらもございます。今回はその中でもブラックウッド調、こちらのご紹介です。こちらピッと楽譜がこう戻らないようにするためのものも配慮もされております。こちらに操作した時にとても分かりやすく、例えばメトロノームですとか、こういった感じで簡単な、ここにも文字が出ますし、操作がとても見やすくなっております。スペックですとかできることっていうのはカタログをぜひご覧いただきたいですけれども、今回は私がこの弾いた時の演奏上のご感想をぜひ皆様にお伝えできればと思いますので、ご確認ください。まずはボリューム、私このピアノですとこのぐらいですかね、 6ぐらいでしょうか。タッチ感、こちらは一言で言えば少し軽めだと思います。どういったところが軽い鍵盤から感じるかというと、アコースティックピアノの鍵盤からアクションに伝わる力の行き場所っていうのがあるんですけれども、手に感じるんですけれども、電子ピアノの場合ですとそれを中にこうアクションが入っておりませんので、ここまでの範囲で解決されている感じがいたします。なので全体を通して鍵盤で何かを動かしているっていう感覚が少し少ない感じっていうんでしょうか、それを手に感じます。音色はめちゃくちゃいいと思います。ヤマハの CFX のとてもいい音色がこうサンプリングされておりますので、それはいいですね。高音のポーンとこう空間にこう広がるような音色もサンプリングされています。そして響き、できる余韻感、それをこちらでは再現することっていうのは難しいです。生ピアノの場合アクションがあって弦があって響板があって、それら全体がこう響いてくれる大きなボディからこう伝わってくるものはあるんですけれども、こちらはこちらスピーカーですね、そこからこのボリューム調整をした音が来ますので、空間感というんでしょうか、それは特にフォルテを弾いた時のという時の手に伝わる振動とか体で音をこう感じるっていうことをもっとこうしたいってなった時にはもうアコースティックを買った方がいいと思います。ただこのピアノもめちゃくちゃいいんです。とても音色もいいですし、高性能ですのでおすすめできる一台です。大人の方が趣味で初めてピアノを始めたりですとか、限られたお家のスペースでピアノを何か用意しなくてはいけないとか、いろんな制約がある方がたくさんいらっしゃると思いますので、ぜひそういった方はスタッフにご相談いただいて、一度弾いてみてください。こちら CLP645B のご紹介でした。ぜひ皆様ご来店をお待ちしております。